いやー久保さん、秒速で行動ですね。秒速で。結局、すべて、結局すぐやる人がすべてを手に入れる。久保哲郎。場合、久保哲郎にしておきましょうか、ね。結局すぐやるやつがすべてを手に入れていく。場合、久保哲郎。これでにしましょう。ね久保さん、早いっすね、やることが。いやー僕が言ったことすぐやってますしね。ペイペイの運用もね。結局僕、 最近また、最近やはじ、もうペイペイの運用やってるんですけど、今、今日 2. 何パーとかでプラスでしたけどね。まあでもね、あれ考えたんですけど、あのペイペイのあれが変わったんですよ。で、100万円以上ダメになったような、確かね、ペイペ y イの規約が変わって、あの、500万マックスまでいけたんだけど、今100万、だから100万まで落としてくれみたいなね、確か規約変更になったんですよ。 うん、だから昔、だから、だから僕その規約見たときに、あ、PayPay ペペで500万ぐらいで運用してた人いいんじゃねえかなみたいな。マックスだね。マックスで PayPay ペペボーナス500万とかで運用してた人いるかもしれないですね。うん、これ狙い、あ熱いみたいな。だからまあ、それぐらい、結構大きい金額で回さないのと、まあ、ちょっと、うーん、パーセンテージ取れないなっていう。うん、だって上限多分100万ぐらいなんで、100万で、あれどうなんですかね。PayPay ペペ運用は100万以上いけんのかな いやでもなんか100万以下にしてくださいみたいなお知らせ、アナウンスがあったんで、うん。そう。まあとりあえずすぐやれってことですね。うん、すぐやんないと何も始まんないんで、やっぱ結局始めた人が、まあ結局ほんとすべてを手に入れるっていう。久保さんがすべて手に入れてますよ。自分の人生思うがままにね。はい。いってらっしゃい。